いや、今帰ってきたんだけど、まあ挨拶から行きます。今日はですね、2017年6月の7日、今時刻はですね、23時7分です。どうも、ワドツです。お疲れ様でした。今日は昼間、アクティブ700、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。いや、まあね、はい、みんなワドツ。いや、帰ってきたんだよ。そしたら鍵がかかってなくて、のんちゃんが帰りますっていう LINE はあったの。のんちゃんから帰りますっていう LINE があって、そしたら、鍵が閉まってなかったのね。俺の部屋の。のんちゃんに鍵渡してたんだけど、そしたら机の上に鍵が置いてあった。あと、捨て頃のチケットも置いてあった。捨て頃のチケットも。これってもう別れたってことでいいの？これどう解釈すればいいの？これは別れたってこと？捨て頃のチケットが置いてあって、もう鍵が返されてるってことは、俺は振られたの？いや、もう電話を話はしてない。今帰ってきたところだもん。いや、だから解放とのコラボじゃないの？解放とのコラボ、うん、いや、でもあれだよ、コラボ一回、いや心当たりは、だから解放とのコラボ以外考えられなくない？寝てねえよ。寝てねえだろ、どう考えても。いや、ネタじゃないから。俺の放送にネタないの知ってるでしょ。中一、いや、解放でしょ。これはもう別れたと思っていいの？そう解釈していいの？俺は。いや、家帰ったんでしょ？帰るってメール入って、LINE は入ってたから。そっか。うわ、すげえ！大花火ありがとう、ハッチ！大花火ありがとう、すげえな。うわ、大花火1000円だ。ん？何の音？大花火1000円だって。ありがとう。大花火俺に1000ポイント入った。1000円もらえるんだ。やば。大花火俺に1000円入ったんだけど、やば。ありがとう、ありがとう。花火すげえ、ありがとう。ハッチ、解放に嫉妬したんだろうね。今回で2回目。花火2発ありがとう。大花火俺も初めて見た。いや、解放はだから俺と恋愛関係じゃないから、言っとくけど、ハッチありがとう、たくさん。いやー、で、まあ整体行って結局体はほぐれたんだけど、いや、いや、なんかさ、こういう後味悪いの俺嫌いなんだよね。後味すげえ悪いじゃん。別れるんなら別れるでしっかりさ、大人なんだから話はしたいんだけど、それだったらもう別れるなら別れるでいいから。どう思う？みんなはどう解釈すればいいと思う？これはもう大人なんだから鍵を返すってことは、別れた、もう二度と来ませんってことでいいよね。捨て頃のチケットも置いてるってことはもう見ま、うるせえな。いや、電話はしないよ。電話はしないもん。こんなのにいちいち構ってたら俺もう、だって頭おかしくなっちゃうもん。初見さんいらっしゃい。解放のマッサージもらう。あのさ、キーさんさ、伝えるって言っても俺配信業なのよ。で、一回一回俺伝えてたよ、事前に。ちなみに言うと、伝えてたか伝えてなかったって言ったら伝えてた。ただ、俺はのんちゃんに報告する義務はないと思ってるから。はっきり言って。俺が、だって女性リスナーさんのリアトツとか、
女性のコラボとか、毎日のように問い合わせが来てんのよ。で、それを一回一回、この人はダメ、この人はいいってさ、売り上げに関わることじゃん、俺の。だからそんなの、俺が決めることだし、俺は彼女に相談するべきことじゃないと思ってるよ。だよね、バレーニョね。いや、別れるんだったらもう俺は別れたっていうことでもう綺麗さっぱり忘れるよ、じゃあ、のんちゃんのことは。配信業としてのんちゃんと付き合ってたわけじゃないじゃん。だから報告する義務がないじゃん、キー、わかる。うん。ねえ。だから、もう、のんちゃんが身を引いたってことで、俺は解釈するよ。うん。鍵を置いてくイコール、もう会わないで別れたんじゃないですか。だよね。うん。花火ありがとう。匿名さん花火ありがとう。うん。じゃあ、そういうことで俺は解釈するよ。そういうことでいいよね。うん。いや、だってもう来ないってことでしょ？だってもうこの部屋には来ないんだから。いや、怒って言われてもさ、なんで怒るのよ。まあいいや、ちょっと俺足臭いから今、足洗ってくるわ。手と足洗ってくるわ。ゆっくり話そう。今日長くなるわ。今日長くなるよ。ただいま。だってさ、正直言うよ。正直言っていいの？
や台本とか俺ないからブロック入れるよ台本とか言うの。俺の放送に台本ないのは昔からこだわりだから。台本書いたこと俺一回もないから。俺は台本書かなくて有名なんだから。俺も彼女と笑いながらコラボ見てたけど、ワドさん彼女は決して気分良くないと思うと終始言ってたよ。だってさ、俺はいつもキーさんで、キーさん最近のリスナーだから知んないかもしんないけど、俺は昔から彼女付き合う時にも言ったけど、俺は配信に全てを捧げてる男なのよ。配信で飯食ってんだもん。でしょ？だってさ、正直さ、俺と付き合いたい人なんかいっぱいいるわけよ。正直。でしょ？そう思わない？俺と付き合いたい女の人なんかいっぱい腐るほどいるんだよ、世の中に。うん。ちょっと待って。うん、もしもし？マジカーブ呼べるわ。もしもし？もしもし。何？花火投げたかったんだけど、ほら、いいんで、来たんで。何？聞こえない、何？うるさい、周りが。何、解放。何なんだよ、空気読めなすぎるだろ、本当に。何なんだよ、本当に。メンヘラか。女絡んだ放送して毎回いちいち怒られてたらめんどくさすぎる。でしょ？だからそれは理解します。もちろんのんちゃんも分かってながらも見てられなくなったんだけど、でもそれで見てられないってことは大人としても付き合っていくことは無理だってことになっちゃうじゃないですか。そう思いません？だって俺はもともとのんちゃんと出会ったの、のんちゃんはリスナーだったわけよ最初で、こういう職業だって人気商売だっていうのを分かってて付き合ってるわけじゃん。うん、だから、なんつうんだろう。それはさ、もう大人としてさ、もう俺の問題じゃなくて、のんちゃんの問題じゃん。いや、俺もそう思うんだよね。もうこれで一回一回発狂してたら、俺もストレスになるし、お互い良くないじゃん。そんなスタンスをワドさんについていけなくなったと理解するしか、だよね。じゃあもうしょうがないよ。うん。しょうがないよね。うん。いて、何が痛いの。キャサリン枠、あ、アンミありがとう。うるせえな、本当に。もしもし。あ、もしもし。電波悪い、何。いや、私のせいでまたなんかなっちゃってんの。いや、全然関係ないわ、大丈夫だわ。大丈夫ならいいんだけど、うん、全然関係ない。ちらっと今見て、うん、花火あげようと思ったの。花火ちょうだい。ありがとうね。うん、花火ちょうだい。ログインができないんだよ。パスワードの変更ができないんだよ、私。ログインできるよ、普通に。アプリで入ればいいじゃん。アプリで入る。アプリ普通に起動して、俺の放送見れてるってことは、普通にいつも通りアイテム買えるよ。うん、クレジットカードでアイテム。Twitterのログインじゃなくて、スワッチでログインってやればいいの？うん、いつも通りやればいいんだよ。うん、いや、なんか入れなくって、うん、だからブロックされてんだと思ってた。いや、ブロックされてない。とりあえず花火ちょうだい。うん。とりあえずじゃあ花火、でき次第、そうだね。花火あげるわ。で、てか本当に皆さん、うんうん、本当に皆さん、今キャンペーン中で、大花火っていうアイテムあるのね。大花火、うん、8500円払うと大花火あるから。なお。うん。花火10個買うと大花火ついてくるから、うん、それくれ。あげるって言いたいんだけど、操作がわかんないから、いや、大丈夫。解放はできるやつ。解放は大丈夫だから。大丈夫。できる。とにかく花火俺に投げまくればとにかく大丈夫だから。アクセントしてみるわ。とにかくもう花火投げまくって。うん。ハッチ花火ありがとう。うん。とにかく花火投げて。そっから話は。うん。わかった。うん。とにかく投げて。うん。あ、うん、ありがとう。はいはいはい。あ、はい。うん、はい。今忙しいから俺。とりあえず花火だから。
ハッチありがとう。大花火ありがとう。いや、花、いや、でも、あのね、じゃあね、じゃあ、ぶっちゃけで言ったらさ、まあ、のんちゃんが敵対してるの、海宝ミウル綾香でしょ？海宝ミウル綾香。で、のんちゃんも元囲いで花火、毎月、うん、どこがかわいそうなんだよ。花火本人が投げるっつってんだから投げればいいんだよ。のんちゃん花火投げてたじゃん、俺に。だけど俺のんちゃんと付き合ってから花火もらってないし、ね？売り上げ下がったでしょ？で、のんちゃんが綾香とか、ミウルとか、海宝とかに攻撃するから、花火師がどんどんいなくなるじゃん。売り上げどんどん悪くなるから、お互いに良くないじゃん。だって俺のことよく思ってくれてる女性リスナーさん、アイテム投げてくれる人がさ、アイテム投げなくなっちゃったんだもん。ありがとう。ハッチアイテムありがとう。うん。でしょ？うん。そんなん俺花火で食ってんだから。そう思わない？バカありがとう。サメのんちゃん？何の話？よくわかんないわ。漂流者さん。バカありがとう、コリンセ。効率悪くなるどころかさ、フォロワーがさ、もう3倍近く増えてんのに、売り上げ全然増えてないんだよ。そう思わない？香川に投げてる？は？香川にめっちゃ投げてんの？え、ちょっと待って、俺3ヶ月ぐらいさ、の、じゃあもう別れよ。そういうことでしょ？香川のことが好きなんでしょ？いや、もう、いや、今ので吹っ切れたわ。香川に投げてんでしょ？だから、俺のことを応援する気ないわけよ。花火ありがとう。だからもう終わりだよ、これは。な、俺がもう終わりでいいよ。もう。うん、そういうことでしょ？ハートありがとう。じゃあ、もう、僕はフリーになります、こっから。はい。全リスナーさん、俺のことを、付き合いたいと思ってる、全リスナーさんが、もともと香川ファンだよ。のんちゃんは。じゃあ、週末でいいじゃん。もう、俺がどこで誰とパコってようが、もうこっから先は、もうオフレコだから。ねえ。ねえ、もう、彼女も公開しないし、それでいいよね。前も吹っ切れたって言った？誰が？まあまあいいよ。もうしょうがないよ。もうこれはさ、運命だから、配信者と付き合うっていうこと。みんなよく覚えといた方がいいよ。配信者と付き合うってこういうことだから。はい、パフェありがとう。うん。配信者と付き合うってこういうことじゃん。結局。うまくいかないんだよ。仕事としてやってるんだから女性が出てくるのは仕方ないことを。まあまあ、ね、やきもち焼いちゃうのもしょうがないと思う。俺別にのんちゃん責める気ないよ。でもこれはもう合わなかったってことでしょ。相性が悪かったってことでしょ。うん、分かっていながらも付き合ってしまうと自分のワードだと思い込んじゃう。でしょ？だそんなことないんだもん。うん。ああ、もう捨て頃出るのやめよ。もう。うん、捨て頃辞退します。うん。ってなってくるよ、だんだん。そういうことだよね。うん。捨て頃、もう出ないとかいう話になってきたよ、だんだん。ああ、もう出ない。もう出ない。そういうことだな。うん。そういうことでしょ？捨て頃もう出ないってことじゃないの？うん。ちょっと無理あるな。いや、もうちょい考えとくわ。うん。その台本はちょっと今、しまっておこう。その引き出しはちょっとしまっておこう。ちょっと早すぎる。その引き出しの中身温まってないから。明日あたり開けよう。うん。ちょっとこの引き出しはしまおう。捨て頃の引き出しはしまおう。出よう。とりあえず。うん。ちょっと無理があったね。ちょっと無理があった。今引き出し開けるタイミングじゃなかった。コメントちょっと読んじゃったけど。もうバックレよ。うん。だからその引き出しはしまおう、レクチ。今じゃない。まだ温まってないから、その、あれは。うん。変な話、取引相手の女性と仕事を話してるだけなのに嫉妬されるのと同じだからな。うん。だってさ、じゃあ、ね、チャリさんいらっしゃい。配信者と付き合うのは難しいですよね。私もやきもち焼きまくって相手に迷惑かけてます。分かってあげない心配です。でしょ？だから、もうね、しょうがないよ、それは。和道が悪い。なんで俺が悪いの？いや、全部、佐野が悪い。こういう時は。捨て頃控えてるのに、このタイミングで面倒を起こす彼女なんていらんよ。でも、チケットをこうやって、捨て頃のチケットをもう、置いていったってことはそういうことでしょ？だってさ、
あやかも花火投げなくなった。ミュールも放送見なくなったから実質花火投げなくなった。で、カイホーも花火投げてるわけじゃん。サツキちゃん花火ありがとう。なんで今日花火上がるんだろう。なんかさ、俺さ、前から不思議なんだけど、のんちゃんと別れるってなると閲覧が増えるし、のんちゃんと別れるってやると花火バンバン上がるんだよ。わかる？これ。女性からバンバン花火上がるんだよ。あとガチホモのハッチとかから。あ、ホモだからハッチは。俺のことを下心で見てるから、うん。ほら、ね、クマボロンも花火バンバン上がるでしょ？だから、これはもうリスナーから、のんちゃんのこと嫌いじゃないけど、のんちゃんのこと別に面白いと思うし嫌いじゃないけど、和道はフリーでいてほしいっていう祝報なんだよ、これは。いや、俺はモテるよ、正直。うん。いや、のんちゃんは正直、俺はアゲマンだったと思ってるの。うまくやれないのに女を作るのが悪い。むちゃくちゃだな、本当に。うん、ほら、ガチホモのハッチとかが花火投げまくるわけじゃん。俺の体を狙ってるんだよ、これは。俺もワンチャンみたいなことだよ。ハッチからのメッセージだよ、これは。ほら、サボちゃんも開けたでしょ？サボちゃんなんかナンバーワン花火師だったんだから。ねえ、サボちゃん。パフェしか開けなくなっちゃったもん。パフェしか開けないんだよ、最近。このサボちゃん。最近。和道さん応援してますとか言って、もう。最近パフェしか開けねえの。ほんとに。そしたらお前、孫子のところで花火バクバク投げててよ。お前、人のネタでよ、人の顔サムネとか使ってんのによ。俺が元ネタなのに、お前、何お前向こうに花火投げて、お前、こっちに花火投げて。俺見てっかんな、サボちゃん。言わなかったけど。サボちゃん見てたからね。孫子にバク投げしてんの。うん、みんなありがとう。俺はもうサボちゃん、あの時の悔しさ、サボちゃん。聞いて、サボちゃん。うん、俺のサボちゃんだから。俺のサボちゃんだから。いや、まあまあ、だけど、そういう話になってくるよ。うん。花火師取られてるんだよ。花火師をどん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 取られてるんだよ。閲覧、フォロワーは増えてるのに。だから俺はもう、ピンでやってくよ。そうなったら。いや、まあまあ、落ち着こう。ありがとう。落ち着き花火ありがとう。花火ありがとう、みんな。うん、ああ、見える花火ありがとう。うん。いや、もう取引先からクレームの嵐ですよ。クライアントから。クライアントから、ちょっと。え、ていうか、捨て子のチケットこれどうすればいいんだろう。俺が買ったやつじゃないから。しかもこれいい席だぞ。8000円のチケットだよ。うん。いや、こじきも順調とか言われたってね。いや、こいつら、あれだから、俺の不幸が大好きだから、俺が不幸になればなるほど花火上げてくれるっていう、すごい、得意能力持ってるから。いや、売ってほしいっていうかさ、だから、急にやっぱり行きたいとか言われても困るわけよ。なんで俺にこれを渡すのよ。この捨て頃のチケット。俺は選手だからいらないんや。しかも、2列目一番前だよ。2列目の一番席だよ。やめてほしいんだけど、こういうの。うん。どうしたらいいんだよ、俺は。これ売っていいの？何なの？どうしたらいいの？あと、解放花火まだ？うん。解放花火まだ？いや、のんちゃん捨て頃自体だよ。当てつけだーって、それのんちゃんのセリフだから当てつけだーっていう。うん。彼女を花火にしか見てないから、なるべくしてなった結果。いや、俺そんなこと今だから言ってるわけじゃん。俺言ってないよ、こんなこと。俺は彼女にこういうことされたから言ってるわけよ。でも現実、俺の売り上げは立たなくなっていって、フォロワーは増えてくのに、増えてない。テルチャンピンなんか見てみろよ。俺とフォロワー変わんないのに、あいつ、もう十何万稼いでんだよ。一日。もうだからこれが現実だよ。もう干されてるんですよ。僕は。バカ野郎、俺が何回ケンタッキーおごったと思ってんだよ。ふざけんなよ、ほんと、キーさん。俺が何回彼女にケンタッキーおごって、何回、コーメン食べさせたか。知ってますか、キーさん。俺がラーメン何回おごった？マクドナルドとか、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、全部俺が出してたんだよ。俺が全部出してたんだよ、のんちゃんの分。ねえ。それで、何ですか、その、彼女を金に見てたみたいな。昨日だってケンタッキー、あれだよ、ビスケットもつけたんだよ。ビスケットと、チキン2本と、クリスピーと、飲み物は L ですよ。俺は、ビッグマックとかシェイクも今日は M 行けよみたいな男だよ。のんちゃん遠慮すんなよ。
シェイクは M だよって。俺はそうやってやってきたんだよ、のんちゃんと。それを何ですか？俺が金ずるみたいな。ふざけんなよ。バカ野郎！たかし。すべて繊維化じゃない。孔麺は、つけ麺付き、つけ麺、お昼に行くと、大盛りのつけ麺か、ライスか、杏仁豆腐か選べるんだよ、サービスで。俺は、のんちゃん行っちゃえよって。1130円の、つけ麺の、ね、全部乗せだから。1000円以上だから、1130円するんだよ。ね。俺、孔麺なんか生活保護の月1回しか食べられなかったんだよ。ふざけんなよ。俺は毎回孔麺をおごってきたんだよ。ふざけんな。何が毎回1000円以下だよ。違う。ファミリーパックですごい、あれだよ。しかもケンタッキー2ピース、3ピースついて1ピース俺がもらったけど、1080円ぐらいするやつだよ。ふざけんなよ、本当に。俺だって出してきてるよ。もう全然出してきてるよ。しかもそれリスナーさんからいただいたなけなしのお金で出してるんだよ。ステッカーを売ったりとかしてる。孔麺、孔麺。孔麺です。孔麺。いや、違う違う。そういうことを言ってるんで、ケチとかそういうことを言ってるんじゃなくて、いや、生活保護の時代から付き合ってたね。うん、付き合ってたよ。いや、小さい男だなって何？その、金の話をするとややこしくなるよ。金の話をすると。だから、俺も出してるんだよ。俺も。俺も出してきてるのよ。そこはフラットにやってこうよ。その、俺ばっかりなんかいい思いしてた。しかも、俺が花火もらってた。付き合ってから花火もらってないの。あくまで彼女が俺のリスナーさんだった頃、花火師さんだった頃にもらったんだよ。わかる？だから金の話やめようよ、もう。俺は別に彼女から引っ張ったみたいに思われてんの嫌だから。俺付き合ってから彼女から何ももらってないよ。ね？ふわっちで1000円稼ぐのがどれだけ大変か知らないから言える。そう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 。そうだよ。台本みたいになってません。うん。お前ただで高慢いただいたんだろ？ふざけんなよ、ほんと。ふざけんなよ、ほんとに。ふざけんなよ、ほんとに。セックスは、もう、ウィンウィンだから。セックスするときはウィンウィンの関係だから。そこには金は発生してないですよ。手こぎの件はちょっと置いとこう。その引き出しはまだ早い。うん。じゃあ、俺はだから、俺はいろんなところ連れてくよって言ったら、彼女がケンタッキー食べたいとか、ビッグマックが食べたいとか言うから。ビッグマックって結構高いんだよ。ハンバーグ、チキンクリスプでも食ってろよとか、俺なんか生活保護の時チキンクリスプ2つだよ。昼飯。チキンクリスプ2つで過ごしてたんだよ。何がビッグマックだよ。ふざけんなよ、この野郎。うん。いや、そういう話になってくるから、こういう話をすると。もう泥沼になってくるから、お互い、だから、これはどう解釈すればいいの？家に帰ってきたら鍵が置いてあって、捨て頃のチケットが置いてあって。ね？いや、おごったっつうの？俺、ビッグマックおごってもらったことないから。俺はビッグマックおごってもらったこと一回もないよ。うん。ない。断言します。俺は全部、マクドナルドの料金は全部俺が払ってる。それは、これはもう、配信者として保険に関わる問題だから。ああ保険に関わる問題だから。そうなってくるよ、だんだん。そうならないっすか？じゃあ。誰のおかげでその飯を食ってきたんだって話になってくるよ、だんだん。うん。彼女はお前に何も言えないんだよ。なんで言わないの？そんな、なんか、さよならみたいな感じで。これ別れようアピールでしょ、完全に。いや、彼女の気持ちを理解して分かったよ、ユーミン。分かったよ。お前いいやつだな、めっちゃ。お前女心の塊だな、お前。ほんといいやつだな。めっちゃいいやつだ。いや、好きだから嫉妬して怒ってる。じゃあ俺、明日コラボあるんだよ。明日、グラビアアイドルとコラボがあるんだよ、俺。ねえ。明日俺、グラビアアイドルとコラボがあるんだよ。そんな発狂するよ、のんちゃん。明日グラビアアイドルだよ。ねえ。どうすんの？どうすんの？いや、もう、だって俺大会前だよ、しかも。3日後俺、戦うんだよ、俺。うん。どうすんだよ、本当に。彼女に許可って誰よ？
だからこれはだってみんなの、じゃあみんなはこれ分かれたと思う？分かれてないと思う？みんな、じゃあ分かれたか分かれてないか、ちょっとジャッジしてよ。はあ、はい、花火ありがとう、チョコミント。これは分かれたの？分かれてないの？これ俺分かんないもん、こんなの。このアスペの俺には分かんないよ。こんなメッセージがないもん、ここには。メッセージは。これ分かれてないの？これどういうことなの？分かれてないの？これ、女性の意見は分かれてないの？保留なの？え、じゃあ、俺は明日、グラビアアイドルとワンチャンあったらどうするの？これは。これ、グラビアアイドルとワンチャンあったらどうすんの？俺は。どうすんの？分かれてないの？これ。どうすればいいの？まあ、捨て頃があるからな。そうだな。捨て頃の後に考えよう。いや、ワンチャン、いや、お前、チャリさ、俺モテるんだよ。いや、チャリ、俺モテモテなんだよ。俺和道だよ。ねえ。俺和道だよ。ねえ。俺和道だよ。俺和道だよ。あるでしょ。ワンチャンあるでしょ。全然。うん。いや、和道だよ。うん。いや、みんなが思ってるより俺モテるから。悪いけど。だって俺、セックスしたら宇宙に連れてける男いる？セックスしたら宇宙に連れてける男いる？いないよ。みんな俺の体狙ってるんだから。うん。いや、もう本当にモテモテだから。ああ、もう、だんだん分かってねえわ。にわかが多い。にわかばっかり、本当に。旅配信あたりからおかしくなってきたんだよ、和道の放送は。にわかが多くなってきて、旅配信とか捨て頃のにわかリスナーがあって、全然分かってない、お前ら。本当に。全然分かってない。本当に。狙われてるから。うん、みんな和道でオナニー。通称和道ニーだから。女性リスナー。みんな和道ニー。知らんかったでしょ？ワドニーっていう単語初めて聞いてるでしょ？知らないんだよ、みんな。俺の放送最近だから。うん。はい、ブロックでーす。うん、頼むから一回飲んだ。え、これ電話する流れなの？電話する流れなの？どうなの？いや、ワドニーですよ。うん。ワドリスナーの登竜門、ワドニーですよ。これ電話した方がいいの？うん。いや、ボディタッチって、俺がしたら俺が詰められるの分かるよ、キーさん。俺は拒否してるわけだから。俺は拒否してるわけですよ。俺は、線は引いてるから。分かる？うん。でしょ？うん。捨て頃に集中？今。うん。じゃあ、女性リスナー見とけよ。よく聞け。女性リスナー、よく聞けよ。な。新規のリスナーもよく聞け。俺の現実見せてやるよ。現実見せてやるから。100点が超理想のタイプ。100点が超理想のタイプ。0点が絶対触りたくもないし、関わりたくもない。で、70点以上は付き合ってもいいかな。男として魅力あるなんか70点。はい、俺何点女性。100点がもう超理想のタイプ。0点がもう絶対ないっていうタイプ。30点未満は関わりたくない。70点以上は付き合いたい。はい、何点。これ、新規リスナーよく見とけよ。もうすごい点。30点、0点、23点、3点、0点、40点、0点、32点、35、50、20、30くらいかな、リアルに。21.00、マイナス30、0、30、50点、0点、30点、マイナス30、0、45点、69点、69点、50点、49点、2点、65点、60点、65点か。おー、そうか。じゃあ、ビッグマックのね、ビッグマックを誰がおごってきたのかっていう話に戻ろうか。まあ、置いといて、
ビッグマックっていうのは、マクドナルドが生み出した最高の商品。ね。ビッグマック指数って言って、経済の指数にも使われるぐらいの、世界的な、もう世界中で食べられてるんですよ。ビッグマックは。それをね、俺も食べたい。ビッグマックを。でも彼女にビッグマックを捧げてきたんだよ、俺は。戻ろ、一回。ビッグマックの話からやり直そうよ。ちょっと。一旦ね、ビッグマックから。いや、ビッグマック避けて通れない話になってくるよ。食費を誰が出してきたんだって。誰がのんちゃんに飯食わせてきたんだって話になってくるよ。わかる？わかるよ。そういう、いや、だから、ビッグマックだけじゃないよ。セブンイレブンで、あれだよ。ちょっとあれだよ。アイスコーナー、アイス食べたいって言って、なんかハーゲンダッツとか、ちょっと、ハーゲンダッツのコーナーに行った時はちょっと手握ったけど、ちょっとこっちって言ったけど、そっちじゃないよって。うん。ハーゲンダッツはまだ早いってちょっと手握って、ごまかしながらそっちの方に向かっていくからいつも。アイス何でも買っていいよって言った時、なんか、こっちの方行こうってするから、そっちじゃないと、覗く方行こうって誘導していくけど、俺はね、ハーゲンダッツはまだ早い。まだ早い、俺らは。ハーゲンダッツを食べていい段階じゃなかったから。それは申し訳ない。それは正直申し訳ない。スーパーカップで行こうっていう、スーパーカップだった。それは正直。それはかっこ悪いかもしれないけど、それは現実だから、俺の。それでも俺はスーパーカップを全部出してきたんだよ。うん。わかる？うん。わかる？男らしいところあるんだよ。男らしいところ。うん。わかる？いや、もうしょうがないでしょ、これは。うん。いや、スーパーも行ってましたよ、もちろん。もちろん行ってましたよ。うん。いや、だって配信者と付き合うってそういうことでしょ。だって、配信者の彼女になるっていうことは、むしろ逆に食費を出そうみたいな、この人支えないとみたいな感じじゃないの？売れないミュージシャンとかそういう感じじゃないの？わかるでしょ？だってみんなさ、だってお前らあれだろ？付き合ってんだろ？彼、あの配信者と。金出してきたでしょ？みんな。ぶっちゃけた話。誰かと付き合ってた時金出してたでしょ？パコってもうホテル代出してたでしょ？でしょ？それも現実じゃないの？俺が出してたんだよ。ビッグマックを。かっこよくない？いや、紐とかじゃなくて配信者ってそういうもんじゃないの？うん、違うの？みんな付き合ってないの？うん、そう、ある人が出せばいい。俺はだから、なけなしのお金で彼女のことをずっと支えてきたんだよ。俺が言いたかったのはそこだよ。金の話じゃねえよ。俺金の話するの大嫌いだから。うん。金の話大嫌いだから。うん。まあ、そういうところか。キーさん戻ってきたの？うん。いや、えぐいよ、俺は。正直、みんなが思ってるよりえぐいよ。だからキーさんは、まだ配信慣れてないんだよ、多分。配信者ってそういうもんだから。この10年の歴史を辿ってみて。まだ多分、リスナー初心者だから分かんないの、キーさんは。リア充だから。もう、どっぷり来い、こっち側に。うん。ここ、地獄だから。配信会って。墓場だから。うん。そう。ここは墓場なの。市民無料しかいないから。で、はい、その中でリスナーさんっていうだけで地味無量なんだよ。そう、俺なんか妖怪だからね、俺、本当に。妖怪ハゲ散らかしより目だから。妖怪ハゲ散らかし赤毛のより目だよ。のんちゃんに、だから俺が支えてたんだよ、のんちゃんのことを。いや、だから、続けたいとか別れたいとかじゃなくて、もう何回も繰り返してるわけじゃん。こうなってきたら。そうなってくるともう無理なわけですよ。こうなったら。うん。わかる？うん。もう無理じゃん。うん。わかる？もう限界が来てるんだよ、もう。もう残念ながら。彼女とは。わかるよね。だからもういいよね。もう、冷めたっていうか、俺は彼女のこと正直好きだよ。あんな可愛い人出会ったことないよ、本当に。年上だし、背は低いし、ねえ、
可愛かったよ、正直。萌え声だし。理想の彼女だったけど、もう今日で終わりにしていいっすか、もう。いや、もう、いや、もう、もう、俺今クレバーだから、すごい。もうベッドさんにすごい言われてるから、クレバーだから、すごい。ワード、体は熱く、頭はクレバーって教わってるから。年上大好き、俺。電話するじゃん。え、出ないと思うよ。出なくてもしてみるじゃん。出ないと思うよ。うん。出ないと思うよ。一回電話する？わかった。出ないと思うけどね、俺は。次行った方がいいかな？いや、まあ、じゃあ、もう終わりにするよ。本当に。最後の電話になるよ。うん。電話するよ。うん。やっぱ出ないでしょ。やっぱ出ないと思うよ。うん。はいはい。もしもし？どうした？もしもし、別れるの？え？俺と別れるの？今ホストクラブに連れてこられた。ホストクラブにいんの、のんちゃん。今出た。おお、今出たの？なんでだからうるさかったの？なんでホストにいんの？俺ともう終わりなの？もう俺と。もしもし？もしも。俺とはもう終わりなの？もしもし？なんでホストになんか行くんだよ。あれ？もしもし？いいよ。声でいいよ。いいよ。声でいいから。声だけでいい。聞こえてる？だからカメラを起動するな。カメラを起動すると電波が悪くなるから。おい。ホストクラブに連れてこられて、2軒目で飲んでる。俺と別れんのかって聞いてんの。あれ？聞こえないよ、全然。だから、俺と別れるのって聞いてんの。いや、カメラ起動しなくていいから。解放じゃねえかよ、お前。お前解放じゃねえかよ。お前解放かよ。なんだ、間違えて解放にかけちゃったわ。顔見たら解放だったわ。カメラ起動。ほんと腹立つわ。解放だったわ。出ないでしょ。いや、のんちゃん出ないでしょ。うん、いや、間違えた、うん。ほら、出ないよ。うん、いや、ま、出ないよ。だからもう終わりってことだよ、これ。ブロックされてるんでしょ、多分。これ絶対ブロックされてると思うよ。いや、もう終わりだよ。うん。うん、あ、ちょっともう一件電話してもいい？ちょっと。うん。何？もしもし？あ、電話くれた？あ、ごめん、間違い電話だった、解放。ごめん、さっきの間違いだわ。あ、それならいいんだけど、今ね、新宿で飲んでて、2軒目でホストクラブ連れてこられて戸惑ってる。うんうん、オッケーオッケー、頑張って。はい、わかった。うん、あと花火待ってるから。花火がね、どうにもこうにもできないんだわ、操作が。操作ができない？さっきみたい。操作ができない。見れるのに、プレゼントのところを押すと、あの、プロフィールじゃなくて、なんかが出てきて、OK、OK、OK、わかった。OK、OK、OK、大丈夫だよ。うん、楽しんでね。うん、ありがとう。うん、はいはい。じゃあね、今日はありがとうね。はい。はい。マジかよ。ああ。どうすれ？じゃあ、もう、のんちゃんと連絡取れないってことは終わりってことでいい？いいのね。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと恋愛相談するわ。恋愛相談しよう。恋愛相談するわ。マジかよ。恋愛相談出ねえかな。出ねえな。出ないね。出ないわ。まあいいわ。じゃあ終わりだわ。もう。終わり。わかった。みんなありがとう、なんか。
慰め花火。いや、だって鍵置いてあるんだよ。いや、台本じゃないから、本当に。だから本当に捨て頃のチケットと鍵がここに置いてあったんだよ、机の上に。このパソコンの上に置くってことは、俺がここで作業するの知ってるから、捨て頃のチケットと鍵置いてってるんだよ。もう捨て頃見に行けません、部屋にも来ませんってことだから。いや、彼女募集はかやったらもうとんでもない問い合わせ来るよ。もう回線パンクだよ。ふわっちサーバーダウンだよ。いいの？ふわっちサーバーがダウンするよ。ね。そしたら良くない。だからやめとこう。うん。だから何も言わずっていうか、LINE に帰りま、LINE に帰りますって一言あったから、俺は、いや、今から帰るよって送ったんだけど、家に帰ってきたら鍵が開いてたの。で、なんで鍵開いてんだろうと思って、パッと配信やろうと思ったら、チケットが置いてあったんだよ。これが現実だよ。うん。そう。なんで俺の鍵をネットオークションで売るの？俺の鍵メルカリで売らないから。いや、もうがっかりだよ、俺。本当に。だって俺、試合前だよ。試合前に離婚状突きつける、みんな。世界戦の前にさ、世界戦のボクサーの前で、離婚状突きつけないでしょ。どう思う？俺、絶対やっちゃいけないことだと思うよ、これ。じゃ、彼女募集枠。いや、もう、大変なことになるから。無理だよ。YouTube ぐらいの回線、Google サーバーが、ぐらいじゃない。耐えられないよ。うん。じゃ、ぶっちゃけいるから、俺と付き合いたい人。いっぱいいるから。で、台本ばっかりってやめて、台本なんてやってないから、俺。うん。いや、だから、何？俺のこと好きなの？みんな。そういうこと？何？何なの？俺のこと好きなの？いや、俺と付き合いたいんでしょ？結局。俺の体狙ってるんでしょ？高いよ、俺。うん。高いよ。ビッグマックじゃ俺の体無理だよ。悪いけど。言っとくけど。ビッグマックじゃ俺の体は手に入らないよ。うん。いや、そういう話になってくるでしょ、だんだん。いや、もういろいろありすぎて、もう困ったよ、俺、マジで。いや、もう今日大変だわ。こんな枠開いちゃったから、もうツイッターとか、ツイッターの DM とか LINE とか、私彼女になりたいです、みたいなメールめっちゃ来るよ、LINE に。お前ら配信者じゃないから分かんないかもしんないけど、俺ぐらいの大手配信者になるともうすごいんだから。だいたいね、朝起きたら50件ぐらいもう LINE が来てんの。もう LINE に50って書いてあるの。そのうちのね、だいたい40ぐらいが解放なんだよ。そのうちの40ぐらいは解放から LINE がブワーって来てるから。わかる？あとは、便所太郎さんと、ドレさんと、タチュヒコと、うん、あとは、のんちゃんが3件ぐらいかな。うん、すごいんで、朝起きたら50件問い合わせ来てるから。これ本当だから、マジで。ふかしてねえかんな。うん。40解放だよ。見る？解放の LINE。すげえよ。ほんと。うん。あと、たくみさんな。たくみさんになんか YouTube がバンになるかも、みたいなメールなんです、うん。いや、もう本当に。そういう毎日を過ごしてるわけよ、俺は。まあ、ほぼ解放だ。ほぼ解放、うん。で、テルチャンピンと連絡取れないとか言ってて、テルチャンピンとの DM 見たら同じことやってたからね。テルチャンピンはめんどくさいからちょっと待ってて、とか、一言だけ書いてあって、なんかもう10件ぐらいブワーって DM 送って。今寒い。私一人で女で寂しい。テルチャンピンに会えるのワクワク。まだかなまだかなとか。いや、もうあかんわ。って書いてあって。何があかんの？あ、テルチャンピンさん、シャイなんだ。私はね、ふわっち始めて1週間みたいな、すごかったよ、もう。うん。テルチャンピンは逃げた。うん。テルチャンピン逃げた。完全に。うん。いや、解放からの LINE は個人情報から見せらんないけど、いや、すごいよ。前回見せたけど、ちょっと。内容は見せることはできない。プライバシーだから。うん。プライバシーだから。いや、マジでそんな感じだよ、解放。いや、だから、プライバシーだから、そこは。ただ俺は持ってないよ。俺はマジで持ってないよ。うん。俺は持ってないよ。だから、それが俺の生活だから、毎日だから。俺のエブリデイで。いや、のんちゃんとさよならっつうかさ、どうしたらいいんだろう、これ。さよならなのか、
何なのか分かんねえよマジで。いや見たいでしょ。じゃあちょっと内容が分からないぐらい見せてあげようか。その特定とかかわいそうだから、その内容が分からない感じで見せてあげようか。それでいい？いや俺の毎日はエブリデイだよ。花火ありがとう。これネタだと思ってるんだよマジで。いやマジでネタだと思ってるやつ多すぎるんだよ。うん、じゃあ朝起きたらこの LINE が50とかなってて、で解放からの LINE びっくりするよ本当に。行くよ。緑が俺が打った方で、白いの左側の方が解放なんだよ。それわかるでしょ。緑が俺が打った方解放ね。ちょっと待って、この辺だったら文字読めないから、ちょっと待って、行くよ。待って。行くよ。この辺で行くよ。解放が白い方ね。ほら。ほらほらほら。ほらほらほら。ほら。ほら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 。ほら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 。ほらほらほら。ほら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 。な、持ってないだろ。な、持ってないだろ。わかる。わかりる。持ってないだろ。俺返信全然してないだろ。これ朝起きたらこんな感じだから。写メ付きで。写メ付きで。持ってないだろ？持ってないだろ？持ってないでしょ？持ってないでしょ？これが配信者なんだよ。これが配信者なんだよ。これが配信者の生活エブリデイだよ。でしょ？うん、いや、まあ、別に解放が悪いとか、解放のことディスとかじゃないの。別にそれはそれでいいよ。だけど、こういうね、状況なのよ。で、なんつうの？俺に怒られても、俺もイライラするわけよ。わかる？いや、解放の LINE、解放にやめてっつってもこうなるわけだから。解放やめてって。俺にもプライバシーあるから、端的に一言だけ送ってって。でものんちゃんはもう寝てる間ピコンピコンになってるから、解放に怒りが増してくるわけじゃん。でも解放とのコラボは配信的に見たい人もいるし、俺は別にその邪険にしたくないから、解放のことをね、コラボしたりとか配信者ね盛り上げたらリスナーさん面白いわけだから。でコラボしたらもう別れますみたいなの、どうすんだよね。うん、いやもう、だからもう困ってるんだよ、俺は。俺がやったことじゃないわけだから。うん。うん。いや、すごいよ、もう。すごいですよ、本当に。うん、いやーもう、まあ、とりあえず、これは、もう別れたってことで、俺は解釈する。うん。俺はもう、これはもうどうしようもないよ。だって、のんちゃんの苦しみもわかるけど、俺はだってそれを解消してあげることできないもん。うん。だってプライバシー切り売りするっていうかさ。だから俺はのんちゃんに対する誠意でもあるわけ。配信でつけれるってことはやましいってことじゃないよって。そういうことじゃん。シェアできる情報だよって。だってさ、だったらさ、配信つけないでさ、リスナーさんに会ってさ、裏でホテルに行ってたら嫌じゃない？俺はやましいことがないから、ね。純粋に、いや、解放から連絡が来て、捨て頃勝ちたかったら私のマッサージはもう一流だと。もうプロ並みだからと。まあ、プロだと。もう一流のプロだと。私はヒーラーだと。もう手から波動が出ると。テルチャンピンに確実に勝つって言ったから俺は言ったわけよ。その、捨て頃で勝つっていうことはみんなの夢だから。うん。いや、彼女、違う、新しい彼女とかそんな話じゃない。うん。またより戻るから。いやだってもう繰り返しじゃん。明日グラビアアイドルとコラボだよ俺。明日は。わかる？でしょアリス。面白かったでしょ。一流のヒーラーだっつって、もうすごかったよ。もう腕痛くなっちゃったんだもん。揉まれたらビチャビチャだし。なんか腕ビチャビチャだったし。両腕。オイルまみれで。プッシュ。ビチャビチャ。ね、思いっきりグーってやるから、もう、なんか、もう、揉み返しみたいなんです。うん。池袋北口さん、花火ありがとう。ほっこりお兄さんはごつ。うん。
いや、じゃあ、これマジの話なんだけど、マジで相談なんだけど、俺は彼女作っちゃダメなの。もう、配信者。俺これ本気で悩んでんの。ま、結構マジで。もう無理なの。配信者に彼女って無理なの。俺には彼女作る資格ないの、じゃあ。立つとか立たないとかじゃないわ。うん。いや、イチャイチャしてないよ、俺は。全然。だから、解放とあったから、のんたん帰ったんだよ。そう、まゆが言ってるのは正しいの。でも、俺は、配信者だから、リスナーさんにリア凸あるし、コラボしないなんて無理じゃん、女の人と。無理だよ。うん。彼女はいてもいいんだ。理解のある子を見つければ、彼女いてもいい。付き合ってもいいよ。あ、いいの？じゃあ、配信者で言ったらどんなこと付き合えばいいの？じゃあ。で、仮に、ふわっちの配信者の女の子で、どんなこと付き合ったら俺はうまくいくの？メンヘラ以外。まあ、仮に、ふわっちで言うならみんな書いてよ。ふわっちの女の子で言ったら、ワドお似合いだよとか、この子なら大丈夫だよっていう子言ってよ。いるか？作ってもいいんだ。彼女はいてほしいんだ。じゃあ、どんな彼女よ。例えだよ、配信会で。ふわっちじゃなくてもいいわ。じゃあ、ふわっちの誰々とか、キャスの誰々とか、ニコ生の誰々とか。あやか？あやかと付き合った。あやかいいの？解放？チョコタン？チョコタンか。リナネコはねえわ。うん。リナネコはないわ。いや、モンちゃんはあれは、あれですから。モンちゃんは、あれだよ？あの、あれだよ。モンちゃんはあれだよ。カセちゃん、あやか。配信者じゃない人。のんちゃん。違うじゃん。解放。うん。かまあゆ？一般人。一般人と無理でしょ。仕事何やってんの？プロ配信者って何？ちょっと。おい、俺の家来いよって。いいの？島津くんの家緊張する？ああ、って。おい、ちょっと、裏、ちょっと、ベッドそこだからそこで寝といて。はい、ワドツーって、ね、お前、そう、成立するか、そんなもん。彼女びっくりするわ、一般人。ワドツーって何ってなるぞ。パソコンに向かって話し始めたよ、この人。なるでしょ。絶対成立しねえわ。考えろよ、もっと。なんだ、ワドツーって、キモいだろ。絶対無理無理。一般人はないです。一般人はないです。びっくりするわ。ああ、パソコンに向かって話してる、この人。ああ、ってなるでしょ。怖い、怖い、怖い。無理。一般人はない、選択肢として。配信者かリスナーしかない。うん。いや、なるでしょ、そういう風に。いや、だから、のんちゃんはもともとリスナーだから。いや、もうちょっと考えるわ。ちょっと女性問題については。俺も今後考えていかないと、これやばいぜ。まずね。いやー、本当にイベント前に引っ掛け回されてんな。マジかよ。パンピーから見たらただの痛いやつだからね。パンピーから見てネットで飯食ってるって、マジで頭おかしいやつでしょ。あやか？じゃああやかに電話してみる？あやかに電話してみる？ちょっと恋愛相談してみる？あやかに。うん。いや、同じこと言ってないよ。いや、全然違う案件だから、今回。うん。いや、全然ホモじゃないでしょ、どう見たって。じゃああやかに電話してみるか。あ、いいこと言うね。さつきちゃんいいこと言う。彼女は作ろうとしてできる問題。そう。もし、はい、もしもし、ちょっと相談があるんだけどいい？ん？相談があるんだけど。うん。え、今大丈夫なの？電話。あやか。大丈夫。放送中だけど大丈夫？うん。どうしたの？うん。酒飲んでる今、ちなみに。
今飲んでないですよ。あ、今飲んでない。オッケー。いや、俺、うん、ね、ちょっと恋愛の相談なんだけどいい？うん。いや、なんか、今日、海宝って女の子とコラボしたんだよ。可愛い女の子と。見た？可愛いの？まあまあ、可愛いかどうかは置いといて、まあ、レディ、うん、独身の、元彼がいるレディと俺コラボしたんだよ。うん、見たよ。見た？そしたら、それで怒ったのか、うん、のんちゃんが、うん。家を出てったのね。うん、まあいいや、ちょっとその話重たくなるから、ちょっとオープニングトークしていい？あやかと。いいよ。あやかさ、ツイッターになんかさ、うん、夢を見たって書いてあったじゃん。どんな夢、なんか夢を見たって書いてあったじゃん。ツイッターに。あ、のんたんのね。そう、それちょっと教えてよ、どんな夢だったか。ドラドーさんの家に行って、なんでか知らんけど。あやかが俺の家に来た。うん、そう、勝手に家行って、うん、で、和道さんも、あ、来たんだって言って、じゃあ一泊しなよって言って、一泊したのよ。あやかが俺の家に一泊したの。ほうほう。そう、うん。で、寝て、で、なんか視線感じると思って、プッと来たら、うん、のんたんが上からこう覗いてて、私の顔を。で、やばと思って、すいません、すぐ帰りますって言って、荷物まとめて、うん、それすぐ出て、で、うん、寂しいから、新宿の方とか歩いてたら、うん、ホストクラブ行こうと思って。うんで、そしたら、すっごいタイプのホストがいて、その中に。どんな、店の中に。どんな顔のホストなの？え、なんか、まあ、似てるんだけど、結局は。あ、俺に似てるの？顔が。うん、似てるんだけど、うん、なんか、すっごいタイプで、あ、いいなと思って指名して、うん、お酒飲んでたら、うん、のんたんが現れて。のんたんが来たと。うん。うん。うん、で、のんたんもその人指名するんよね。え、あやかが指名した、うん。そのホストを、のんちゃんも指名するの？うん。え？のんちゃんも指名されたの？指名がかぶったの？のんたんもそのホストを指名して、だから私が、あ、気が合いますねってこう声かけに行ったら殴られて、そこで目が覚めたけど。のんちゃんに殴られたの？うん、気が合いますね言ったら殴られた。あ、そうなんだ。うん。まあまあ、その夢は置いといて、ありがとう。うん。うん、ごめんね、なんか変な夢見させてばっかりで。うん、いいよ。うん、で、いや、うん、帰ってきたんだよ、海宝とのコラボが終わって、今。うん、見たよ。そしたら、捨て頃のチケットと家の鍵が置いてあったんだけど、うん、これは別れたってことでいいの？いや、でも、で、連絡は取れんの？いや、LINE 出ない。いや、でも、どうせやり直すでしょ。あと戻ってくるって。え、なに、これは別れたってことじゃないの、これは。違う。ただ、拗ねてどっか行った、行ってるだけじゃない？どっか行ってるだけじゃない？うん。言ってなかったの？解放って人と遊ぶ。あやか、聞いて。あやか。あやか。え？はい。その流れだと、うん。面白くならないから、それ別れたんだよっていう。はい、ちょっと、あんまりここだけの話。じゃあ別れないよ、もう。うん、そうだよな。そういうことだよね。うん、女からすると、鍵を置いて、うんもう分かるってことじゃないですか。でしょ、そうなるでしょ。だから別れたらいいと思う。そういうことでしょ、うん、うん。そう。え、じゃあ俺どうすればいいの？じゃあ配信者は彼女できないの？できるできる。だって海宝さんもいるし、私もいるじゃん。でしょ？配信者めっちゃモテるもんね。うん。うん、言って、リスナーに。和道さんめっちゃかっこいいって。和道さんかっこいいよ。だよね。ありがとう。うん。うん、かっこいいよな、和道さん。ね、めっちゃかっこいいよね、俺。これ今お母さんといるんだけど。お母さんといいの？お母さんに代わって。お母さんに代わって。え？和道さん。え？あ、そっちじゃねえんだよ。もしもし、もしもし、はじめまして、和道です。はい、もしもし。あやかのお母様、どうも、はじめまして。すいません、なんか放送中ですか？あ、放送中なんです。すいません、なんか、お嬢様の人生がなんか大変なことになってしまって。え？何？いや、なんか、はい。すいません、なんか、ほんと、僕みたいな放送を見て、なんか、アルコール、はい。ああ、もう、娘がそれは悪いんで。すいません、本当に。よく、いつもよくしてもらってるんで、お母様もぜひ、コメントください、ふわっちで。なんか、コメント？はい。もうやめてますよ、私、コメント、ふわっちやめちゃったんですか？あ、やめちゃったんですか？そうですね。もう、やめて。残念です。はい、はい、はい。でも、まあ、たまにログインして、コメントしたりとか、はしますけど、はいはい、大体女の子にコメントしたりとかで、私。どういう女の子が、
あれなんですか、放送女あのキャス方なんで。あ、キャス好きなんですか。ふわっちは今見ないですね。キャス誰がおすすめですか、お母さん。私はももちゃんが好きなんで今。ももなのですか。ももちゃん大好きなんで。可愛いですよね。面白いですよね。あ、お母様ありがとうございます。いえいえ。はい。じゃあちょっと。まあ、あの、この子の言うことはもう半分、本当に半分嘘で、あの、私のことはですよ、親とか、もちろん、もちろん、もちろん。はい。だからもうそれはもう、はい、放送でも全国なんで、やっぱり。そうですよね。怖いから。はい、もちろんですよ。はい、だから全部台本ですから。家とかも、ね、もう特定とかされても大丈夫です。全部嘘ですから。僕の放送なんてもう、ね、全部嘘ですから。大丈夫です。あの、プロレスを楽しんでるだけなんで、はい、みんな。頑張ってください。あ、頑張ります。本当に。ありがとうございます。はい、頑張ります。別れた？別れてないだろう。別れてないわ。いや、別れちゃったんだ。なるほど。いや、それがいや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 、またそれ熱でしょ。ネタでしょう。いや、ネタじゃないよ。別れれるわけないって。まだ帰ってくるよ。また帰ってくるんですかね。帰ってくる、来る。はい。今もこの放送見てると思うよ。今見てるんですかね。見とる、見とる。見てるんですかね。うん、はい。見てると思うんで、また綾香、綾香とかなんかなったら、また、はい、やきもち焼くから、また余計帰ってくると思うし。お母様から見て、僕はちなみに何点なんですか？何点、男として、こう、正直。男として何点？はい。お母様目線で。全然知らないから、そうですよね。その、全部を。そうですよね。はい。まあ、強いて言うなら何点ですか？強いて言うなら何点、まあ、今持ってる。なんか横い。今持ってる情報で。もうざっくり、ざっくり。もう適当でいいんで。ざっくり、親として。だから娘は旦那としてとか、彼氏としてとか。いやー、何言ってるんですか？一人の女性としてですよ、お母様。一人、女性として？女性として。一人の女性として。それ見てないから、配信を見てたら。そうですよね。でもほんと少しのもう5分、10分ぐらい。はいはい。なんだけど、はい、どうだろう。どうですか。やっぱりあのね、配信してる人ってもう過去がどうとかこうとかっていろいろみんなあって、まあ、それをね、やっぱしほとんど信じたりとかするけど、そうですよね、まあそういうの抜きにしてだったら男らしいと思いますよ。そうですか。まあ前科3番、はい、オレオレさんに見た目がね、あの男らしいから。はい、すいません、お母さん絡んでしまってありがとうございます。いえいえ。では失礼します。まあ、はい。なんかいろいろ多分今コメントでいろいろ気違いとかなんかいろいろ書かれてると思うけど。いやもう大丈夫です、お母様。大爆笑です、お母様。お母様大丈夫ですよ。もうトーク、お母さんの方が上手い。まあネットなんでね。そうですね、ネットなんでしょう。はい、ネットはネットで、ね。はい。はい、まあこれ配信以外で彩香に電話してくれてたらまたよかったんですけど、配信中だったら、またネタでしかもね、やっぱしこっちも。そうですよね、撮れないから。そうですね、まあでも、窓さんが配信が仕事なんで。はい、はい、はい。すいません。なんか、お嬢様をなんか、ネタに使ってしまって、本当すいません、本当に。まあ、ネタとかも、その、はい、遊びとかを割り切って、本人がいるんだったら、私は別にいいんですけど。はいはい、そうですね、はい。はい。本当にそれがもうリアルで付き合うとか、そうなったらまた話が変わってきますね。はい、まあ、その通りですよ。大切なもう。もう玉の子ですから、もう本当玉のようなお子様ですから、本当に可愛い彩香さんを、ね、はい。なんか服とかトレーナー着てなんか写真を送ってきたりとか。え、どんな服ですか？和道とかゼミナールみたいな。なんか私見たことないから。実際見たことなくて、はい、そしたら和道さんからなんか届いてどうとかこうとかって何が届いた？はい、あ、服が。トレーナーがあって、あ、なんか買った買ったって黒色の、はい。ありがとうございます。はい。うん、パーカーかな？それ。はい。パーカーですね、そうですね。はい。はい、それを、なんでこれって言ったら、はい、なんか泣きながら電話してきたりとか。なんて言ってたんですか、泣きながら。で、好きでたまらないんですよね。でも、のんたんがいるから、それは彼女がいるから、それはもう、ね、それはもう途中からできたわけじゃなくて、その好きになった時にはもうのんたんがいるから。そうですよね。ね。はい、うん、それはもう、はい、奪うことは絶対したらダメだし、奪ったら自分も絶対先で奪われるようになるからね、その彼を。そうですよね。そうですよね。うん、それは絶対、だから、しないように。はい、ああ、その話は。婚約してなかったんですか？婚約では、もうまあ、婚約っていうか、こんにゃくみたいなもんですよ、本当に。こんにゃく。こんにゃく。はい。
まあ、戻りますよ。おでんの中のこんにゃくと思って。そうですね。はい、絶対必要なものと。ああ。素敵なお母様でなんかほっこりしました。え、素敵なお母様でほっこりしました。なんか いえいえいえ、はい、もうこの口調がきついから、はい、もうこの岡山って言ったらね、方言が、はい、はい、あでもなんか、はい、ありがとうございます。お話できて嬉しかったです。また岡山来たら、まあ、のんたんも一緒にでもいいんで遊びに来てください。ぜひぜひよろしくお願いします。お母様に会ってみたいですね。のんたんいるいない関係なくて、まあ、はい、いて一緒に食事するとかね。あ、ぜひぜひお母様コラボしてください。コラボ私。コラボ配信しましょう。少しだけ。はい、コラボ、はい、面白い。いいね、はい、マスクしてだったらいいよ。全然もうマスクつけてもらって構わないんだよ、本当に。本当。はい。うん、すいません。室外配信。室外配信はやらないです。やらないですね。もう、すぐ祝電が入って、はい、警察沙汰になって、なって金梅みたいになるからね。そうです、そうです。詳しいですね、うん、お母さん。金梅とか。あっちは、そうね、キャスとか見てたら、はい、で昔の YouTube とかに、あ、はい、その娘に、なんか、はい、これ面白いよ、これ面白いよって、はい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 、いろんなのをこう見さされて、はい、面白いですね。なんか、この前はシュークリームのなんか、はい、顔に塗って、あれシュークリームだったんですか、なんか顔に塗ってたの、あやかちゃんが。そう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 。金梅が昔してたみたいね。あ、そうなんですか。でも、うん、金梅さんが好きだったみたいですよ、昔、4年前ぐらいは。あ、娘が金梅のこと、はい、で、結婚するやつ。好き。はい、結婚する。好きだよね。そう。4、5年前かな、もう。結構、もっと前かもしれない。で、金梅さんが、あの、放送中に、うん、あの、あやかのことを、うん、この女、気違いだから怖いって言って、うん、ああ、ミラー配信。私が建設業で働いてるから、そこに働きに来さそうともしたんですよ。え、お母様が建設業の会社を営んでらして、金梅さんを社員で入れようとしたこと。そう。寮もあるから、来ればいいよって言ってたけど、怖いとかで金梅の。ああ。すごいな。それちょっと面白い。見たかったですね。建設業で働く。ね、岡山にも結局来なかったし。はい。はいはい、ではそろそろ失礼します。すいませんでした、夜分遅くに。いえいえ、もう、ま、はい、頑張ってください。はい、今後ともよろしくお願いします。よりを戻すというか仲良くしてください。あ、揉め事にならないように、はい、ありがとうございます。アドバイスすいませんでした。あの、家族団らんの時に、いえいえ、はい、今後ともよろしくお願いします。変わりましょうか。あ、お願いします。はい、すいません、どうも。はい、はい、失礼します。はい、もしもし。もしもし。あれ、ネタ、はいはい、ネタじゃなくて実話だったんだ。全部。何が？あの、服を買って、お母さんに泣きながら電話して。うん、え、全部本当ですよ。全部本当だった。ノンフィクションだったんだ、あれ。うん。そっかそっか。ちょっと、まあ、うん、ちょっと俺、今、ちょっと、あれだわ。その、恋愛、どうしたらいいか分かんなくなってるから、今後、彩香に相談するかもしれないわ。うん。いいの？相談しても。いいよ。もう別れたんでしょ？でも、もう悩む。いや、まあ、いや、悩むっつうか、だから、まあ、ほら、俺どうしていったらいいんだろう。弱ってるから、今、俺。うん。弱ってるから、ケアして。でも、うん、でもあの人はやめときなよ、今日コラボした人は。解放？うん。なんで解放？すごい素敵な女の子じゃん。いやいや、なんかイライラする、見てて。なんで？わかんない。いや、普通にしててもイライラするから、多分。うん。合わないんだと思う。嫌いなんだ。嫌い、ああいうの。嫌いというか、いや、嫌いではないんですけど、なんかイライラするから見てたら。うん、ああ、そこ。なんかわざとらしいし、なんか体触ったり、うん、なんかわざとこけた、なんかつまずいたりとか。うんうん。うん、なんか怖いし、なんか目が。うん、あれだよね、あやかも結構敵を作っていくスタイルだよね。あの、ガンガン敵を作っていくスタイルだよね。え、でも、のんたんのことは好きですよ。あ、のんたんは好きなんだ。全然。はい。あ、そっかそっか。うん、おお、そっかそっか。ありがとう。なんか嬉しかったよ、今。はい。うん。じゃあまたね、あやか。うん。家族団らんの時ごめんね。はい、うん、はい、お疲れ様です、うん。ありがとね。はーい。はい。はい、失礼します、うん。ほら見ろよ。ほら、モテるだろ？な？わかった？これで。わかった？言った通りだろ？おお。いや、もうだから、もう恋愛をネタにするのは良くないんだよ、もう。のんちゃんだってもう後半映ってなかったじゃん、放送に。もう放送に出たくないんだよ。
そうなるんだよ。最初は楽しい楽しいなの。あ、和道さんだ。和道さんの放送だ。楽しい。リスナーさんだ。楽しいってなるけど。もうダメなんだよ。ダメだ。わかりる？それ勘違いなの？メンヘラ特有の症状なの？それは。だって、じゃあさ、さっき話したけど、一般の人と付き合うことはもう不可能なわけよ。ね？ちょっと俺の家上がれよって。ちょっとベッドで、ちょっとそこにいて、つって。はい、ワドツーって始めた瞬間に、何ってなるわけだから。もう一般の女性と付き合うことは俺論外だから。怖いって女の子になっちゃうから。ワドツーって何ってなるから。だからそれはないの。俺の中では。ってことはリスナーか配信者かってなるぞ。じゃあリスナーか配信者かって言った時全員メンヘラだからね。まともな人いる？リスナーさんで、女性で。まともな女の人いないでしょ？ねえ、いるの？いるの？いないでしょ？現実的に考えて。じゃあメンヘラと付き合うしかないんだよ。どうするんだよ。こんばんは、みんな。はい、ワドツ。いや、のんちゃん待ってるって、のんちゃん電話しても出ないの？メンヘラの中でどの子にするか。ボーダーの子なのか、統合失調症の子なのか、アスペの子なのか。選び放題。選び放題。いや、結構きついよ。アル中だから。お前メンヘラじゃないけど、お前アル中だから、柔道の。はい、ワドツー。はい、ワドツー、カトラン。いや、マジか。いや、マジか、ほんとに。俺、飯食ってねえよ。腹減ったんだけど。いや、メンヘラ調査好きちゃんも。そういう風になってくるんだよ。いや、俺は、のんちゃんが、正直結婚してもいいなって思ったよ。のんちゃんは。いや、別に俺もメンヘラだからメンヘラでいいんだよ。いや、だからメンヘラを否定してるわけじゃないの。じゃあ、メンヘラじゃないこと付き合いって言った時、そんなのいねえって言ってんの。軽度のメンヘラ？じゃあ、アリスと付き合うか。じゃあ、私もメンヘラ。ほらな、みんなメンヘラだろ？だろ？みんなメンヘラなんだから。そう。あとは、ブスのメンヘラか、可愛いメンヘラか、ババアのメンヘラかだよ。そうなってくるんだよ。だから、ババアを選ぶのか、ブスを選ぶのか、たまにいる可愛いメンヘラを選ぶのかっていう話になってくるんだよ。メンヘラなのはもうしょうがない。いや、そういうことでしょ。リスナーと付き合うってことは。でしょ？みんなメンヘラでしょ？お前はアル中な？あやか。メンヘラはやめとけって言ってるけど、お前が症状一番重たくて、お前アル中だからな。お前アル中だから。お前早く酒やめないと。でしょ？メンヘラでしょ？可愛いメンヘラだよ。ババアって何歳から？俺はだからババア、40代からババアだよ。で、ていうか俺はババア好きだから、基本的に。俺は年上の女が好きの。あ、26はダメ。あ、さつきちゃんは相当可愛い方だよ。さつきちゃんは、ブスじゃないの。メンヘラで、ちょっと多分痛い子なの。でも可愛いから許せん。ただ、俺より年齢上じゃないとダメだから。26歳でしょ？で、彼氏いるでしょ？さつきちゃんは、可愛いメンヘラだから。トップレベルに可愛いよ。ほら、ババアとか言いそうになってた。こんばんは。27はダメだよ。27はローン外だよ。年下、だからアリスがいくつなのかだよね。26歳でしょ？28歳でしょ？ダメだよ、こんなん。こんなのだって、あれだもん。あれだよ。あれだ、アイラとか好きになるタイプだもん、こういうの。彼氏いないの？じゃあ分かった。じゃあ、ちょっと、お見合いやる？じゃあ、彼女募集とつまちやります？彼女募集とつまち。やってみる？じゃあ。やってみる？やってみる？いや、だから、彼女募集とつまちを、ちょっとやってみようよ、じゃあ。じゃあ今から、彼女募集とつまちやります。彼女募集とつまち。一人アピールタイム2分。OK？ 一人アピールタイム2分。で、名前絶対言わないから。要は、コテハン聞かない。声だけ。わかる？要は、ジャスミンって言わなくていい。そしたらコメント書きづらくなるから。だから俺の LINE にかけてきて。やってみよう。で、一人2分。
で、個人情報の特定しないから。うん。みんなは、リスナーさんは、あ、この子誰なんだろうって、想像するだけ。うん。いや、サーバー、いや、だから LINE 使うから。LINE 使うから、LINE にかけてきて。みんな俺の LINE 知ってるでしょ？うん。絶対個人情報、要は小手半とか聞かないから。俺の質問に答えるだけ2分終わるから。うん。だからみんな LINE かけてきていいよ、今から。いや、40歳全然いい年でしょ。全然ありだよ。俺は年齢全然気にしないから、同性の。ただ傾向として年上、要は精神年齢が上な人が好きなの。ほら、LINE 来たよ。うん。で、LINE 来たよ、どんどん。かかってくるよ、これ。うん、来た来た。これかかってくる流れだよ、これ。あれ？ちょっと待ってね。先に、メッセージ送ってくんないと無理だからね。電話いきなりかけてもダメで、先にメッセージちょうだいね。リスナーですって。リスナーですってメッセージちょうだいよ。じゃないとおかしくなるから。いや、LINE 来るよ。これからバンバン来るよ。一人2分。で、いや、来るよ。来るよ。うん。いや、みんなかけていいんだよ。ていうか、早いもん勝ちみたいなもんだからね。正直。これもう、早いもん勝ちだよ。アピっていかないと、やっぱり。私は全然放送出れますからみたいな雰囲気出していかないとダメだよ。全然怖くないですよみたいな。放送全然ネタに使って構いませんよみたいな。わかる？そういうポイント高いよ。うん。いや、私和道さんのネタになりたいぐらいのね。うん。早くかけろや。ねえ、全然待ってますよ。うん。はい、どんどんかけてきてね、みんな。ほら、来た。バンバン来てる。バンバン来てる。ほら、バンバン来てる。先にメッセージくださいね。うん、先にメッセージください。ね、もう、承認されて俺からスタンプ返ってきたらかけてきていいかんで、ね。うん。どんどんかけてきて。うん。いや、ネタじゃないよ、クワさん。クワさん。俺は全部実践だから。実践。もうリアルドキュメンタリーだから、和道の異常なゼミナール。放送歴4年目。集大成。いや、簡単に言うと今彼女募集突末ですよ。全リスナーに今チャンスがあるから。全女性リスナーにチャンスがある。うん。わかんないよ。いや、だから、それはだから突を聞いてみてだよ。だって、俺と付き合うっていうことはリスナーと付き合うってことだから。もうそれをわかってほしいの。もう俺がどうこうっていう問題じゃなくて、もう俺の凸かけることによってリスナーさんがいい子じゃん。お、ほら、かかってきた。リスナーさんが判断するの。はい、もしもーし。あ、もしもーし。もしもーし。一発目失礼しまーす。うん、こんにちは。はじめまして。こんにちは。はじめまして。うん、俺の放送どれくらい見てるんですか？そんなにすごい長いわけじゃないですけど。うん。いつぐらい？大好きです。あ、ありがとう。大好きなの。1ヶ月ぐらいかな。あ、結構見てくれてるんだ。ありがとう。はい。うんうん。結構でも声聞いてる感じ、なんか、若くない？まあ、年下ですけど。うん、俺より年下なんだ。うんうん。はい。年下なんですけど、うん、でも、ちょっと精神的にはちょっとしっかり、大人かなって思います。あ、精神的には結構大人。何、趣味とか、はい、趣味とか教えてよ。趣味とか。趣味は、うん、なんだろう、最近はなんか、うん、リスナーやってるのが楽しいなって感じですね。あ、いいね。配信が大好きなんだ。配信大好きです。あ、いいじゃんいいじゃん。じゃあね、な、生の手話やってるの？ニコニコと、キャスと、ふわっちやってます。じゃあ全然抵抗ないんだ。配信者として、その、彼女として出るのは。自分も配信者だから。はい、全然大丈夫です。ああ、いいじゃん。ポイント高いよ。もうほら、みんな可愛いとか。あ、本当ですか？嬉しい。ありがとうございます。ちなみにツイキャスのフォロー人数どれくらいいるの？ツイキャスはちょっと、あ、ニコ生か。最近な感じなので。
ニコ生どれくらいいんの、はい、コミュ。え、ちょっといっぱいバック派しちゃってて。うん。最高のコミュニティ、コミュ、コミュ。最高。最高。まあ、3、4000人はいましたね。うん。オッケー、ありがとう。じゃあ、ちょっと次の人行くね。2分経ったから。ありがとうね。あ、はい。あの、和田さんもリスナーさんもよろしくお願いします。うん、よろしくね。うん、ありがとう。電話かけてくれて。失礼しまーす。うん、あれこれポイント高いんじゃないのこれ。俺より大手だったら絶対付き合わないって決めてたけど、3、4000人、ニコ生で3、4000人ってちょうどよくない？俺5500人コンビ7回作ってんだよ。この子いいんじゃないの？ねえ。この子ほら可愛いとかさ。この子受けがいいよ。リスナーさんにすごく。ねえ、なんか声も可愛かったし。ねえ。どうするよ。あ？危険な香りする？ね、声が萌え声でよかったよね。今後ポイント高いよ、ちょっと。今後お付き合いしていくとしたら。ねえ、なんか、ニコ生のノリもわかる子だから。あ、今のは和道さん、ネタねって乗っかってきてくれるタイプだよ、これ。ネタだってわかる子だよ。可愛いよね。これ、この子はリスナーさん好感触の。はい、次の方どうぞ。はい。彼女募集とつまちです。今のは一番さんね。うん。うん、いや、なかなかでもこんなに。いや、年下でもいいよ。だから全然、その付き合うとか付き合わないとかじゃなくてアピールだから。アピール。全然いいよ。普通に話しかけてくれればいいよ。俺が質問したのに答えていってくれたら。俺は顔と小手半ね、だいたい LINE でわかるから。一番さんはポイント高いよ、これ。一番さん。俺はもう、っていうかもう付き合ってるみたいなもんだよ、一番と。俺は。一番と、もうパコってるようなもんだから、俺が。うん。相手もありがとう。なかなかいいよ。彼女募集とつまちだね、今。うん。彼女募集とつまちだよ。うん。あ、ダメなんだ、サボちゃん的には。逆に、あれなんだ。解放恋みたいな流れか。逆にね。うん。いや、もう付き合ってるみたいなもんでしょ。だってさ、彼女募集とつまつやって電話かけてくれて、で、ワドさん大好きですって言ってくれてんだよ。もうこれは、だからあれですよ。もう彼女みたいなもんですよ。いいの？もう。うん。数合わせありがとう。いや、わかんないよ。2番がこう、ガーンって、もっと可愛い声で、もっと萌え声で来るかもしんないよ。わかる？うん。わかる？うん。解放は、だから今、ホストクラブで合流してるから。うん。え、アリスはかけてこないの？うん。まあいいや。まあ、彼女募集とつまちは、まあ置いとこう。これは。ゆっくり考えよ。カリさんこんばんは。ゆっくり考えよ、これは。ホストクラブで今シャンパン開けてんだよ。ゆっくり考えよう、もう。何食べよっかな、まずで今日。解放はシードなんだ。みんなの中で解放は何点なの？解放と俺が付き合うって、じゃあ、彩香と解放と一番ちゃん。何点か書いていってよ。解放が何点で、彩香が何点で、一番さん、さっきね、トツかけた一番の女の子は何点なのか。ちょっと書いていこうよ。みんなの和道に一番似合う女、ちょっと書いていこう。うん。やっぱホストにパワー送ってんだよ、今。うん。いや、今荒れてるから、ガリちゃん。今荒れてるから。みんなフォローしてね、よろしくね。フォローボタン忘れて帰る人多いから。和道いつも上の方にいるからフォローいいやっていう、そういうのやめよ。フォローしていこう。解放は1億点なの。解放一択？解放100点。なんで俺と解放が付き合う流れみたいになってんの？おかしいだろ。なんでお前ら俺と解放を付き合わせようとしてんだよ。なんで解放推しなんだよ。さっきまで解放アンチすごい多かったじゃん。なんで急に解放を囲う流れになってんの？彩香が60点、解放30点、1番10点。あ、彩香が一番高いんだ、今のところ。彩香、
あやかはまあ逸材だからな。ただ お母さんともう俺知り合いになっちゃったから、あやかもうなんかあの下手にいじれなくなってきてるから、あやかを下手にいじるとなんかお母さんに申し訳ないという、もうお母さんのあやかの後ろにお母さんが見えるから、俺リアトツね一緒にしてコラボしようねってお母さんと言っちゃったから、ちょっとあやかをいじるのは控えるわ今後。解放は女神だから和道とお似合い。いや、わかんないよ。あ、解放と付き合うこと。でも解放好きな人がいるから。解放は好きな人、男がいるから。だからそこに手出すつもりはないよ。俺は俺のことが 100% 好きな女付き合いたいから。解放はだって他に好きな人いるって言ってんの。和道は恋愛対象じゃない。ジョンとヨーコじゃないでしょ、全然。解放全然ヨーコじゃないでしょ。解放100点、彩香ちゃん10点、1番で0点。ねえ。いや、でもね、もうね、解放はあげまんなの。いや、もうなんかやだな、もう。俺、配信でさ、プライベートボロボロになるのもうやだよ。普通に幸せになりたいんだけど、配信者は幸せになれないのかな。なんで俺ばっかりいつもこんな感じなの。せっかくやっと掴んだ幸せだったのに、配信者って幸せになれないのかな。どう思うみんな。いや今日は癒されたんじゃなくて、クワさん、いや結局あの金払って、あの、二人で、あの、整体師のところ行きました。90分コース行きました。すげえ上手い人に当たったから超良かった。肩がね、柔らかくなった。すげえ。俺、クワさん、違うんだよ。便所太郎さん、クワさんでしょ？太鼓式できんの。クワさんと便所さんのコラボを見て、あ、俺もこういう配信やりたいなと思ったから解放とやったのに。なんか全然違えの。なんか、うわぁ、すげえ関節良くなったわみたいなさ。ああいうのが理想だったのに、なんか全然違うんだよね。なんかびっちゃびちゃ、オイルまみれにされてびっちゃびちゃになって、なんか、ぶったたかれただけだったから、なんだこれと思って。どうすれば、いやいや、まあまあまあ、結果オーライなんですけど。結果オーライなんですけど。マジか。いや、もうすごかったよ。もうオイルまみれ、今でもオイリーだからね、俺ちょっと。なんかテカテカしてるもん。ちょっとオイリーだから。なんか想像と全然違うんだよ。なんで、便所太郎さんと俺全然違えじゃん、みたいな。わかる？なんか。いや、めちゃめちゃ痛かった。結構叩かれたかも。あ、今日何食べようかな。腹減った。え、だったら俺、歌舞伎町で飯食ってから帰ってくればよかった。そうそう、YouTube に全部動画残ってるから。まあね、閲覧は700超えたけどね。いや、解放あいつやべえぞ。逸材だぞ、本当に。ていうかさ、和道リスナーってすごくない？なんか閲覧モンスターいっぱいいて、ロハコさんももともと和道リスナーでしょ？浅井ゆき子も和道リスナーでしょ？ね？あやかでしょ？解放でしょ？のんたんでしょ？やばくない？これ。和道ギャルズやばくない？ロハコさんギャルだから。あれは。ロハコ以来の衝撃？解放。ソフレの下りも何回もするからね。すごいよね。すごくない？逸材しかいないからね、俺のリスナー。なんか、あと3人ぐらい集めたら願い叶うんじゃないかなって。いや、だから、結局、荒野には扱いきれなかったんだよ。荒野とテルチャンピンは、解放の魅力を引き出せない。熟女、まあ、熟女限定みたいなとこあるよね。いや、ロハコさんと付き合うって、ロハコさんはだって俺のことないって言ってんだもん。ロハコさんはないんだって。俺と付き合うの。俺が呼び寄せるのかな？なんでメンヘラこんな多いんだろう。メンヘラしかいねえかんな、本当に。なんでメンヘラばっかりなんだろう、俺の放送。ババアとメンヘラとジジイしかいないかんね。
いや、すごいよね。本当にドメンヘラだもんね、みんな。だって、あの、ニコ生時代で言ったら、今名前あえて出さないけど、もっといっぱいいたかんね。あの、カード。今は、今、あえて5枚のエースのカード、ロイヤルストレートフラッシュ並べてみたけど、バッとね。すごかったよね、ニコ生時代。もっといたよね。もうすごかったよ、メンヘラ。ニコ生時代のカードは。いっぱいいたんだから、キラーカードは、うん、何なんだろう、なんで俺の放送ってメンヘラが集まるんだろうな。だから俺の放送の成立の仕方ってメンヘラが集まって、俺とメンヘラが対話をしていて、金持ちがそれを見て花火を投げるっていう構成だからね。すごくない？だから俺とメンヘラの地獄絵図を見ながら、こう金持ちがこうやって花火を投げるっていう、はぁーつってこれがメンヘラかすごい。そんな番組ある？多分ね、ニコ生でもないし、フワッチでもないし、キャスでもないんだよ。もう俺とメンヘラの戯れを金持ちがこうやって餌を投げつけるってこう、うん、地獄絵図だよ、地獄絵図。なんか宗教の絵画とかにしたら壮大なスケールになるよ。もう俺が真ん中にいて、チミ森尾のメンヘラがこううわーってうじゃうじゃしてて、上の高いお城から貴族がこうやって花火投げてる、餌を投げてる、地獄絵図だよ本当に。すごいよ、もう神々の遊びだよね本当に。うん、いやそうなってくるでしょだんだん。もうすごい放送スタイルだよね。浅井、いや、それがね、面白いんだけど、あのね、ロハコさんと浅井さんとかって絶対面白いって、ニコ生から夢のドリームマッチって言われてんだけど、ロハコさんが NG 出すの。あのね、あの、ゆいがさんも、あの、浅井さんを見出してたの、ニコ生時代に。もうすごいって、ゆいがさん実は浅井さんの大ファンなのよ。で、もうツイッターで宣伝するぐらいの浅井さんがここに映ると。ついついコメント、ロム線なのにコメント打っちゃうぐらい好きなのよ、浅井さんのことを。だけど、ゆいがさんと浅井さんのコラボも実現してないんだよ。要はね、なんか、合わないの。間に俺がいないとダメなの。なんかわかんないけど。うまく回らない。そう。だから、その、あやかとか解放が面白いって言って他の人がちょっかい出すでしょ。うまく、面白くならないの。だからロハコさんさ、いろんな人とコラボしてもさ、結局ロハコさんが閲覧取れる時って横山緑か和道の時だけなんだよ。うん。あー、すごいよね、なんかね。徳の高いメンヘラだよ。面白いな、カトランな。徳の高いメンヘラで、うん。はい、お前 NG な。はいはいはい。はい、さよなら。はい、さよなら。潤滑油。だから、裏方なんだよね、多分ね、気質がね。強烈なキャラクターを引っ張り出すのと、その、プロデュースするのがすごい好きなんだと思った。いやね、ママさんね、解放ちゃんっていう女の子と、可愛い女の子とコラボしたのよ。で、帰ってきたら、捨て頃のチケットと家の鍵が置いてあったの。これはもう別れたってことなの？って相談をしてたのよ。家の鍵と、このチケットがあって。で、いろんな人に相談突をして、だって感じ。どうしたらいいんだろうって。これはもう終わりってことなのかなって、うん。そんな感じ。今来た人に説明だと。フォローありがとう。フォローありがとう。いや、でもどうなんだろうな。もうやっぱね、前出した結論が正しいんだと思う。要は、俺、便所さんに言われたの。便所さんが言ってた、荒野に向かって。お前、女とパコるときは金もらわないとダメだよって便所さん言ってた。いや、俺ね、正直これが正解だと思うんだよ。便所さんマジで荒野に怒ってたもん。お前、女とパコってるだろうって。お前、金もらわないでパコったらダメだぞって。3万もらえって、焼肉食いながら言ってた。便所太郎さんが。うん。でも、それが正しい付き合い方なんだよ。そう思わない？要は、後腐れなくて、要は、ね、3万円お小遣いもらって、ババアとセックスする日々。これが配信者なんだよ。そう思わない？俺、これが正しいと思ってきたもん、なんか。
一番後臭い、これ、俺、なんかね、響いたんだよ。実は、実は、それが一番いいお付き合いなんだよ。便所さんはもらってるよ。公表してるもん。言ってるもん、自分で。そうだよね。だってさ、リスナーさんも憧れの人とパコれる。で、支援もできる。で、一回こっきりだからさ、セフレだし、要は、アイドルとセックスするってことじゃん。簡単に言ったら。でしょ？割り切れるじゃん。お金払ってセックスしてで。でもさ、彼女ってなっちゃうとさ、私何なのみたいになる、なるよね。でも3万円払ってセックスしただけだったら、またあいつとパコったのとかなるじゃん。じゃあ私も今月みたいになるじゃん。どう思う？俺それで、俺便所さんが正しいような気がしてきたよ。なんか、その、俺が頑なに彼女は彼女、彼女がいるときはちょっかい出さないとか決めてるからおかしいんだよ。パンチ聞いてても断られない。いや、まあそれは辛いって言ってたよ、ベンドさんは。正直辛いって言ってたよ。でも俺らはそういう生き物なんだって生地さん言ってたよ、ベンドさん。しみじみ。外れもあるって言ってたよ。俺はその外れもあるっていう一言に全てが詰まってると思ってたよ。もうすっごい渋い顔しながらホルモン食いながら外れもあるぞって言ってたから。あ、つれんだなと思って。いや、便所さんにはやっぱ相場3万円ぐらいなの。相場。いや、それを言ってた、あっくん。それを言ってた。要は金をもらうと暴露しないって言ってたよ。本当に。金をもらわないから暴露するんだって。要は嫉妬心で。でも、金払ってると後ろめたいから、要は暴露しないんだって、女は。そう。ま、俺、あっくん思い出した。言ってた。便所さん。金を、女の子は払ったら、自分は金を払ってって言わない、言いたくないんだって。うん。いや、別れたのかどうかわかんないんだよね。どうしたらいいか。いや、便所さんのは哲学だよ。ある意味、女性も幸せになるし、配信者も幸せになる。完璧な構図なんだよ。完璧な構図なの。これ揉めようがないんだよ。で、女の子も別にね、憧れの配信者と3万円払ったらパコれんだから。うん、いや、違うんだよ。ガリさんが3万円払うか嫌だかどうかじゃなくて、ニーズがあればそれでいいじゃん。つまらない考えなの。うん、いや、わかんないよ、もう。俺もわかんなくなってきた。うん。荒野はね、ちょっと踏み違えちゃったね。荒野は、金梅さんに染まっちゃったんだよ。正直言って、金梅さんじゃないんだよね。俺は気づいてたよ。俺は気づいてたよ。金梅さんヒカルにベタベタになった時に終わったんだよ。荒野の魅力がゼロになったの。荒野はもっと他に行くべきだったの。金梅さんとヒカルくんに可愛がれつつ、他に行ってたら金梅さんとヒカルくんがさらにいじるから、うまい構図なんだけど、もうベタベタだもん。もうファミリー化しちゃってるもん。ってことは、ヒカルくんと金梅さんを超えられないってことだから。自分のコンテンツできないのよ。あくまで弟分になっちゃうのよ。うん。だからもう、体制はしないだろうね。荒野は。荒野は終わったよ。うん。俺は正直もう終わったと思ってる。これから解放だと思う。うん。俺正直言ったら荒野うまくプロデュースできたよ。うん。絶対自信あった。うん。俺はもう絵に描いたような終わり方だなって思ったよ。だって、荒野いじられキャラなんだもん。で、ヒカルくんと金梅さんもいじられキャラなんだもん。いじりキャラじゃないんだもん。だけど、可愛がられちゃったから、もう前に出れなくなったんだよ。心地よくなってるの。だけど、金梅さんのリスナーは、メインは金梅さんだから。ヒカルくんのリスナーさんは、メインはヒカルくんだから。つまり、2番戦時に落ちたんだよ。まあ、ヒカルくんとか金梅さんがやってない時に見てあげよう。だから、花火ももらえるだろうけど、がっつりはもらえない。もう自分の太い、要はこいつが好きなんだっていうタイプじゃなくなったの。うん、終わっちゃったよ。俺はアメリカ人が来ると思う、これから。アメリカ人が着々と実力つけてるよ。アメリカ人は俺伸びるって言ったでしょ？アメリカ人来るよ。うん、アメリカ人来る。古文肌なんだけど、そこを理解してるかどうかだったんだよ。うん。もったいなかったね。荒野は俺がもしアドバイスするんだったらガンガン他行けって言ってた。付き合いはしつつガンガン行くの。ガンガンいろんなところ行くの。しっちゃかめっちゃかにしてた方が面白かったんだよ。うん。
いや、もう終わったよ。今夜はもう終わった。アメリカ人じわじわ来るよ。じわじわ来る。うん。そう。いいやつで終わらない。アメリカ人じわじわ来るよ。予言しとくよ。絶対アメリカ人じわじわ来る。絶対来る。うん。はい、風船ありがとう、エリちゃん。うん。アメリカ人はまだね、気づかれてないけど、実は喋りめちゃめちゃうまいから、あいつ。切り返しと喋りめちゃめちゃうまいの。荒野が和道を今更ディスっても誰も相手にしないわな。そう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 。ララさんは見る目あるよ。で、俺の言ってることもその通りだよって多分共感してくれるはずなの。当たってる和道って。俺はララさん見る目あるリスナーだと思うよ。荒野は才能あったんだよ。もしかしたらとんでもないね、大手になれた可能性があるの。それこそノエルみたいな伸び方してたんだよ。俺は荒野に言ったの、焼肉の時。お前が取りに行かないといけないのはノエルリスナーだって。ノエルリスナーはノエル今いないから見るものがないの。で、ノエルを感じてたの、みんな。そう。だから俺は言ったの。今すぐドローンを買ってもらって、ノエルの家でドローン飛ばせって言ったの。面白いでしょ？荒野がいきなりドローン持ってノエルの家をドローン飛ばすんだよ。そしたら、ノエルリスナーがっつり取れるからやれっつってんのにやらないんだよ。もうダメ。でしょ？俺のアドバイス的確でしょ？そしたらもうね、四方八方から取れるんだよ。うまいでしょ、プロデュース。絶対神回なのにやらないんだよ、あいつ。もう、金梅さんとかヒカルくんに可愛がられて、もう、いい気持ちになって女とパコって。もう配信者じゃなくなってるんだよ。うん。そう、ウイスキー飲んで路上で吠えてた時はピーク。うん。終わり。オワコン。だけど、俺みたいなのは、ちょっと閲覧稼がれても、しぶてえぞ。ねえ、ポケーっとしてても200人ぐらいの閲覧で、ちょっとペラ回ったら、ちょっとペラ回ったら4、500行くんだから。ちょっとコラボしたらね、1000行くんだから。しぶといぞ。アメリカ人はこのタイプだから。アメリカ人はこういうタイプなの。うん。やるときはやるでいいんだよ。息長いから。鮫島さんもよく言ってるでしょ。ゆいがさんも言ってるでしょ。やるときはやるでいいの。いつも主役になろうとしたらダメ。配信者は。うん。配信者はいつも主役なんて無理なの。それは一部の金梅さんとか持ってる人がやることなんだよ。違う。ゆっくりゆっくり上がっていくもんなの。で、1ヶ月に1回神回とか面白い放送があったらリスナーさんは裏切らないから。うん。リスナーさんは1ヶ月に1回神回を起こしてくれたら、ね、それを4人集めればいいんだもん。お気に入りの配信者4人集めたら1週間に1回神回を起こるんだもん。そしたら大満足でしょ？そう。それを毎日やろうとするからどんどん歯車おかしくなるんだよ。違う違う違う。4人のうちの1人でいいの。息長くやってかないと。いや、絶対そうだと思うよ、俺は。たまーに年に1回くらいね、ワンチャンあって神回作れたらいいんだから。俺は全然他の配信者と違うもん。俺だから自分で自信あるのが、ふわっちでもニコ生でも、ふわっちでもニコ生でもキャスでも異端なんだよ。わかる？見たことない配信者。そう。ネタもやるけど解説もできるんだよ。で、捨て頃もやるんだよ。旅配信もやるんだよ。要はね、何でもやるの。なんでかわかる？何にも持ってないから。ね？強烈なキャラクターを持ってない。強烈な喋りも持ってない。強烈なインパクトもない。だから力を借りるんだ。強烈なキャラクターとコラボすればいいんだよ。何でもやればいいんだよ。そう。あいつどこにでもいるなーでいいんだよ。うん。で、そこそこ面白ければいいんだよ。そう、永遠のサブカルでいいの。要は深夜番組だって。俺は視聴率取るタイプじゃないからって。コアなファンが好きだって言えばいいの。そう。俺の放送は夜布団かぶってお母さんに見られないようにこうやって見る放送だから。友達がめちゃイケ面白かったわとか言ってる時に、俺和道の放送好きって言えないんだよねって。それでいいの。俺の放送は。布団かぶって誰にも見られないところで見る放送だから。そういうことだから。だからうちのリスナーはコアなファンがいるの。だから売り上げが下がらない。着々と伸びてってるから。だからうちのリスナー裏切らないもん。太い囲いさんっていうタイプじゃないもん。みんなボカンボカン安定した花火投げてくれる、うん、ありがとう。サボちゃん花火ありがとう。だから、ロハコ事件とか、それはさ、だって俺だってさ、橋本くん事件、その、うさぎ泥棒事件、ロハコ事件とか、重ねてたじゃん。エミさんとのコラボとか、神会みたいなもの。あのスタイルは無理よ。
毎回毎月毎月神回起こしてやろう、俺が渦になってやろうってやってたけど、布団の中でこっそり見てればいいんだよ俺の放送なんか。そう代わり俺は息長いよ、10年20年やっててずーっとゆっくりゆっくり上がってくタイプだから、荒野もったいなかったなぁ。荒野は器用なタイプじゃないんだよ、だからね、突き抜けないとダメだったんだよね。荒野ね、今ね、もう色気、ぶっちゃけた話さ、顔見たらわかるんだよ、女抱いてるかどうかって。そう思わない？さ、配信者ってわかりやすいから、画面見た時に、女がいるかどうかわかるんだよ。わかる？要はね、色気が出てんの、荒野に。で、色気出す時期じゃないんだよ。囲われる時期でもアイテムもらう時期でもないんだよ。もう超泥臭くていいんだよ、荒野は。で、1年後とか半年後とかにもう100万、200万バカバカ入ってくるような生活すればよかったのに、今ね、ちょっと可愛がられて、ちょっと焼肉おごられて、ちょっとホテルとか泊めてもらって、ちょっと女の子とパコれて、満足してる。荒野は絶対満足してる、今。今の自分に満足してる。もう終わったよ。うん、ハングリーじゃないと。うん、俺はハングリーな荒野が好きだった。早かったね。そう。でもいろんな、それは俺は柏木も一緒なの。ありがとう。さつきちゃん花火ありがとう。柏木も天才肌だったの。面白いの。柏木はこれもあったの。腕もあったの。ネタ作りもうまいの。だけど、ね。ダメだった。柏木も石野も才能はピカイチだったの。だから俺は似てると思ったの。俺は配信をやってて、自分より若い配信者で、後より出てきた配信者で、柏木と石野だけだったの。石野康介と柏木。この二人は抜群に才能があったの。でもダメだった。こうや人間らしいんだよ。そうそうそう。でも、もうね、チャンスは、要は配信をやってて3年に1回あるかないかのチャンスを取りこぼした。いや、違うよ。サクイードさんさ、違うんだよ。それくらい俺は荒野に期待してたの。みんな同じ気持ちだよ、サクイードさん。違うんだよ。人のことしか言わない。これディスじゃないんだよ。俺は荒野に期待してたんだよ、正直。あいつに。それくらいの才能はあった。柏木すごかったよね。柏木すごかった。ね、ネタも面白かったし、ピンの放送もできたし。柏木戻ってこねえかな。でも今柏木見ても多分つまんないだろうね。もう油乗ってないと思うよ。配信者としては。だからね、みんなね、金梅さんとかね、石川のルーピーになろうとしてるんだよ。みんなそうなの。みんなね、誰きっかけで始めたの放送。石川のりゆき、金梅。もうこの二人しか出てこないんだよ。こっちは違うよ。こっちは佐野智則流だよ。誰も選ばない道選んでるんだから。みんな金梅派系でバーって子分たちいっぱいいるじゃん。金梅さん、金梅さんって。でも金梅なんて一人も現れてないじゃん。ね、石川のりゆきさん、石川のりゆきさん、僕も石川のりゆきさん見て始めました。石川のりゆきより喋れるやつ一人も出てねえじゃん。こっちは違うよ。あの世界の佐野だからね。佐野イズム継承者だから、こっちは。ね、荒野チャンスあったらもう一回絡みたいね。荒野チャンスがあったらもう一回絡みたい。でもまあ、そういうのを気づいていって実力あったら上がってくるからね。和道はどれに持っていかれた？予言しておこうか。パルちゃん。俺、全然、実は、持ってかれてないの。俺、じゃあ、ドレさんの評論聞きたい？俺、全然語るけど、ドレさん、痛い、今日の放送、ピキるよ。俺、痛いこと言うから。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。